こんにちは。こんにちは。今回のはこれです。で、材料はセロリ、きゅうり、これだけで作ります。はい。今回のはこれセロリをこの部分だけ使います。茎だけ。で、これをピーラーでこういう方に繊維を取ってください。こういう感じで表面をピーラーでこういう方に剥いて繊維を取ってください。これもちょっと真ん中を半分に切ります。さっきの部分をちょっときれいにカットして、今回のはちょっと細長いこういう感じでカットしてください。まずこういうふうに材料を準備してください。きゅうりを、まあ、こういう感じで皮を剥いてください。まあ、大体こういう3箇所を剥いてこういう感じでやってください。これもさっきと同じようで、切り方はもう好みなんですけど、さっきと同じようにします。こういうふうに、だいたい3等分にして、これを真ん中包丁入れて、こういうふうにカットしてください。ここを包丁入れて、ここ入れて、こういう感じで。感じで、きゅうりも同じサイズでカットしてください。はい、こういう感じでセロリときゅうり、これを、まあ、半々ずつ材料準備したら、塩を軽く振って軽く揉んでください。水分をちょっと出します。に塩を入れて、まあ、少し絡めて2、3分ぐらい水分をちょっと引き出します。はい、こういう感じで2、3分ぐらい経つとこういう水分が出ます。これ今度お水を入れて塩抜きをしてください。こういうふうにさっと洗い落とせばいいです。はい、こういうふうにさっと洗い落として、こういうふうにできたら、まあこれはキムチ漬けなんですけど、ちょっとサラダ風に、これ調味料は砂糖、ニンニク、おろしニンニク、赤唐辛子、これで酢をちょっとかけます。それにちょっとあえてください。こういう感じで汁気も出るんですけど、まあ、気持ちつけないように5月に連休の後で
いい香りとともにこういう風にすくって召し上がると元気が出ると思います。シャキシャキして香りもいいし美味しくすぐできるし簡単です。これはセロリときゅうりだけで作ってます。これをこういう風に、まあ、サラダ感覚で気持ち好きなんですけどこういう風にすくって召し上がってください。